今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。当地を代表する名馬が日本のファンの前に登場です。もちろんこの馬からも目が離せません。フィンボロア菊花賞で世代最強の座を奪い取った3歳馬が世界に挑戦です。期待しましょう。レアシャカール G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。シンデレラブランド、その漆黒の馬体には力強さがみなぎっています。北海ルソー、はるばる海外から参戦、このレース注目の一頭です。今日はどんな走りを見せてくれるでしょうか。デーブドスカー、好位につけマイペースでいけばゴールが見える。ビッグバイキング、はるばる海外から参戦、このレース注目の一頭です。今日はどんな走りを見せてくれるでしょうか。ゴールデンスネーク、あまり人気はありませんが上位にとっても怖い存在です。その実力を無視するわけにはいきません。マチカネ金の星、栗色の馬体が大舞台でいつもより美しく映えます。アグネスフライト、前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。ミッドナイトベッド、当地を代表する名馬が日本のファンの前に登場です。もちろんこの馬からも目が離せません。フルーツオブラブ、鞍上は海外で一流と呼ばれる名手です。一発は十分にあるでしょう。人気馬にとっては危険な存在です。ロードアックス、並みいる世界の強豪を抑え堂々の一番人気、日本の大昇格として支持されました。この期待に応えることができるか。ラストプライド、当地を代表する名馬が日本のファンの前に登場です。もちろんこの馬からも目が離せません。エラーシーナ、2番人気から優勝を狙います。欧州のレベルの高さを見せつけることができるか。ファンタスティックライト、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。ステイゴールド、 G1 の大舞台ですが臆することなく挑みます。キングオブダイヤ、前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。ボーイング鈴鹿、さあいよいよ発走です。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠のゴーイング鈴鹿、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはフルーツオブラブ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくフルーツオブラブ行きました。続いて前へ行くのはシンデレラブランド、さらにはロードアックス、13番ラストプライド、その後ろインボロア、後ろからになりそうです。では前の方からゴールデンスネーク、先手を取りました。その隣にビッグバイキング、その横にミッドナイトベッド、少し間が空いてシンデレラブランド、その外からゴーイング鈴鹿、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のラストプライド中段につけています。では前の方から先手を取ったのはビッグバイキング、黄色の帽子ミッドナイトベッド、その後ろすぐ後ろにゴールデンスネーク、これに続くのがシンデレラブランド、緑の帽子フルーツオブラブ、その後ろ先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。ロードアックス、そのうちに続いています。並んで15番ファンタスティックライト、オレンジの帽子ラストプライド、いい位置につけました。その隣にゴーイング鈴鹿、その横にステイゴールド、内からは北海ルソー、その外からエラーシーナ、並んで8番マチカネ金の星、その外からアグネスフライト、オーケーキを通過していきます。さあ、先頭は依然として6番ビッグバイキング、ミッドナイトベッド、ほとんど差がありません。ゴールデンスネーク、3番手ラストプライド、いい位置です。先頭を捉えにかかります。日曜王者の争いだ。先頭はミッドナイトベッド、ラストプライド先頭、2番手はファンタスティックライト、懸命に追いすがります。あと 200m、 ラストプライド先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はエアシャカール、ラストプライド独走、ラストプライドぶっちぎりです。ラストプライド1着、2着はファンタスティックライト、これが世界を制した実力だ。ラストプライド